MMORPG。 はい、というわけでどうもトロピコアイランドからこんにちは、ウルです。というわけで、ね、今回もペーパーマリオ RPG やっていくわけで、前回はですね、ソーダッシュで仲間にしたバレルさんがですね、命がけで我々逃がしてくれるために、体ズタボリになってしまって、最後になんかワインが飲みたいとのことで、今回はそのヴィンテージレッドって言われるワインをなんか探しに行くところからですね。というわけで、なんかここら辺でみんな群がってね、大丈夫？よう元気？バレルさん、どうなっちゃったんでしょうね。まあこいつはもうバッテンブラックっていう名前の、敵キャラなんで気にしないでいきましょう。あ、バレルさん。あ、みんな心配はしてるけど、で、マルコ、お前なんか言いたいことあるか？おお、君たち生きていたのか。よかったよかった。おい、何勝手に殺してんだお前。もう会えないかと思っていたよ。でもこれで皆が揃ったと。え、気のせいかな、一人足りないような。いや、興味なさそうだな、バレルさんのこと。そうなんです。バレルさんが僕たちを助けるためにお化けに捕まっているんです。お願いです、皆さん、バレルさんを助けてください。なんとバルクも生きているのか。彼がいれば心強い。バルク、バルクのことだが、またまた君に負けたぞ。ワインくれ。え、何？ヴィンテージのレッド。そんなもんあるわけないでしょ。お前持ってんじゃねえの、実は。お前実は隠して持ってんじゃねえの。ところで、なんでそんなものがいるの？何？真相になっているバレル君が飲みたがっている。真相になっているものの頼みときたか。それなら仕方がない。せっかく拾ったボトルだから、バレル君にアヒルとして。おい、お前持ってんじゃねえか、やっぱり。ただし、あ、このヴィンテージレッドも私じゃなくて、我々大事な食料なのだ。だから代わりに君が何か食べ物を見つけてきてくれたまえ。そうだな、この島ならではの食べ物を君が見つけてくれたなら、このボトルをあげることにしよう。ふざけんじゃねえ、てめえ、バレルの命かかってんだぞ、こっちは。渡せや。バレルの旦那、やばそうだな。無事だといいんですがね。お腹すいたな。でも食べ物残り少ないしね。あっちのショップに売ってるものあるけどね。バレさん、今頃どうしてるんだろう、ひょっとしたら。やめろ、ひょっとしたらは。その発言は良くない。というわけで、なんか多分あれかな、もしかして土管で前回手に入れたヤシの実、ヤシの実とか持ってくればあれだったのかな。これ行く必要なかったのかな。という緊急キノコとか、今持ち物いろいろいっぱいすぎたな。預けとくか。預けとこう。だけど、じゃあ前回あれ取りに行ったヤシの実のところでちょっと取りに行ってきます。よいしょ。というわけで、多分これのヤシの実、これでいいんじゃねえかな。これを持っていけば多分、マルコは、満足して、ヴィンテージレッドを私によこすんじゃないでしょうかね。今、ひじめつけたら痛かったわ。というわけで、じゃあ戻ります。さて、ヴィンテージレッドの代わりに何かをくれるのかね。いいかね。グルメで私を満足させる、この島ならではの食べ物だよ。というわけで、ヤシの実でございますよ。俺、ヤシの実、これでどうよ。ほう、ヤシの実か。私の理想にはちょっと遠いが、遠いんかい。とっておきの一本をバレル君にあげるとしよう。遠慮なく持ってきたまえ。オッケー、ヴィンテージのレッド。バルコ、とっておきの一本。でも本当はバレルのものらしい。なんでこいつ持ってんだろうね。私が楽しみに取っておいた一本だから、彼にもちゃんと味わうように言っておいてくれたまえ。お前、これスカーレットさんがバレルのために残したもんだぞ。こいつクズだな。よっす、バレル。というわけで持ってきたぜ、ヴィンテージレッド。はい、ヴィンテージレッド。おー、懐かしい香り。お前、持ってきてくれたのか。ごく、爆発しそうな、このうまさ。いや、やめてくれる、爆発はしないでくれ。まるで海の神様がわしの最後のわがままを聞いてくれたようだ。出た。もう思い残すことはない。お前には世話になったな。これで天国のスカーレットに会える。いやー、そんな急に、そんなダメージ多かった？さらばだ。野菜のバイキングはサラダバー。いや、どうでもいいよ。大丈夫か？寝てないこれ。え？ん？どうした？やっぱ寝てんじゃねえか！おい、ごめんなさい。マジでこの人寝てないか？なんで本当に天国に行ったかと思ったぜ。叩き起こしちゃおっか。そうだね。ほら、うわわ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 、海賊とまたほら。なんでお前死んだふりしてんだよ。いや、別にいいで、なんで紛らわしいことしやがって。寝ぼけてんじゃねえのか？ん？おお、マリオじゃないか。お前もあの世に来たのか。いや、死んでねえよ、お前、まず。うわ、あの世じゃないよ。みんなちゃんと生きてるぜ。はい。ここはあの世ではない。ああ、そうか、思い出したぞ。マリオ、わしたちはまだ目的を果たしていなかったのだな。わしもお前と一緒に行くことにしよう。見ていきたいな、爆発の時間。ああ、もう仲間になってくれます。きっとお前の助けとなるはずだ。あ、よっと、バレル仲間になってくれんだ。いや、まあ、さすがにボム兵枠か、今回の。強そうだな、バレル。で、バレルさん、あなたの能力なんての？バレルの能力説明、ピンキーと同じじゃねえかな。エクソは押すと、マリオが投げた後少しアレルが爆発するぞ。あ、やっぱそうだよね。で、バーンでしょ。
若造をうまく使うとひびのある壁や岩を壊したりスイッチを押したりもできる。少し高いところなら投げて乗せることもできるぞ。バトルでは地上的を爆音機する爆発と一旦後に爆発する爆弾で敵に投げる次元爆弾で戦ってくれるぞ。次元式爆弾使えんだ。いろんな技使えんだね。データ問題、一応バレルを助けたけども、これってあ、上にこれ爆弾マークあるけど、どういうこと。大きな岩があります。こうして見ているとまるでドクロのようです。片方の目に何かはめられそうなくぼみがあります。いや誰目線の会話なの今の。まあ いや、とりあえず戻って一応丸子たちまた報告しに行くか。意外とこの往復大変なのよね。さてととりあえず戻ってきまして、よう丸子戻ってきたぞ。おお、バレルくんよく戻ってきた。それはもう私はどれだけ心配したことか。私もリーダーだからみんなのことはいつも気にかけているので、お前は自分第一だろうが。確かに今は苦しい状況だ。我々の先に一体何が待ち受けているかは全く分かってない。そしてゴロツキターンへ帰る手段も見つかっていない。しかしだ、こんな時だからこそみんなが力を合わせて。お前、話が長いぞ。ぬぬぬぬぬぬぬ。どうよマリオ、お前が言っていたスタートのことだかな。ジャングルのずっと奥にドクロのマークが書かれた怪しげな岩があった。あれ、これはあくまでも前説のフナルトのフナルトとしての勘だが、あのドクロは何が匂うぞ。え、匂う。へえ、バレルの旦那、匂うと言いますが何かの間違いでは。なんだ今の音は。ガハハハハ。しかしあれだな、いや、なんだこの子、なんだ今のは。小ネタいらねえよ、別にそういう。どこの岩だなんて怪すぎるぜ。確かにお宝の匂いがするってもんだ。そんなことは君に言わないかと分かっておるよ。とそのドクロ岩の向こうに海賊王の財宝があるはずだ。というわけで今回はもう私はここに残ってみんなを守るので、マリオくん任せっぱなしで悪いのだが。いやマルコ、財宝が欲しいならお前も来い。バレル、バレルくん、だから私は来ねえの。よし、ここは部屋に決めようじゃないか。では諸君、ドクロ岩の調査にマルコも参加することは意義はないかね。行きなし。賛成。頑張れよ。大賛成。ということはマルコくん、文句はないな。マルコくんって自分に言ってるかな。はい、しばらく間マルコがついてくることになった。足でまといだな。ついついてくるんかい。しかもでお前は何も言わなかったら、お前どんな気持ちなんだよ。すいませんけど毒岩って気になりますね。さっさと調べてくださいよ。いやあいつすごい、あいつ他人行儀だけど調べてこうやって命令してるわ。さりげなく、さりげなくあれだな、こっちの状況を把握してやがる。いやあいつ意外とプロなのかもしれない、潜入の。お前、うちの非常食にも飲んのかよ、こいつ。マルコ、今、ついてきて見た、みんな。今、こいつ、背中に乗り上がったぞ、マリオの。なんだよ、この状況。大変だな、非常食。ごめんな、なんか。さて、ドクロ岩のところまで来たんだけど、いや、マルコ、よく片足だけで支えられてんな。どういう状況なんだ。で、よいしょ。で、これ、マルコ、もう、あれ、いるから、はめられるのかな。ほらほら、言わんこちゃん、行き止まりじゃないか。で、これがね、バレ君の言っていた、ドクロ岩というのは。なるほど、秘密めいた香りがプン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 してるな。早く謎を解きなさい。多分これ、赤ひげとかなんたらことか言ってたよな。ちょっと、お前、なんか、いないの？お前、なんか。ドクロの親玉、睨みを利かす、赤い宝石、キラリと光る、ボンボボボンボ、お祭りだ。ひげの兄弟、仲良し、小良し、赤いひげ3回、尻餅ついた。あー、なるほど、なるほど。クルリンジャンプで、あれか、赤ひげが乗れるか、その上であれかな。3回やって、で、青ひげ4回叩かれたね。順番はあんのかな。まあ、とりあえず赤ひげ3回、あれに、要するに歌に歌って気分を紛らわしているのだ。決してビビったのにいないのだ。しかし、この歌はさっぱり意味がわからないな。いや、お前自分で、お前のおかげで謎解けそうだわ。ありがとう。唯一役に立ったな。で、これ3回だったよね。1、2、3。で、からのこっち4回叩けばいいのかな。1、2、3、4。あれ ?1、2、3、4。ん？それもあれか？この宝石はめないとダメなのか、先に。大きな岩があります。こうして見ると、まるでどこのように片方の目に何かはめられそうなくぼみある。本当だ、この穴もしかして、マルコが持っていたあの。あ、なるほど、なるほど。ここで調べなきゃ、イベント進まないのか。で、マルコ、くれ。お前、その歌はもういいから、くれ、さっさと。これ何？貸してほしいものがあると。一体この私に何を貸してほしいというのね、コインドクロジュエルでございます。何？ドクロジュエルを貸してほしいと。金でもよかったんだけどね。どうしても必要なのかね。これは我が家の家宝なのだが。まあいいでしょう。何せ私は太っ腹でリッチマンのマルコですから。いや、毎回意味を変わってない、マルコ。しかし、あげたわけではないぞ。あくまで貸すのですよ。ちゃんと返してちょうだいよ。ありがとう。じゃあこれはめよっか。じゃあはめちまう、はめちまう。で、はめた後に多分3回やんなきゃいけないんだね。はめて、おお、目が光った。なるほどね。これ3回やればいいのか。1。お、光る。2、3、オッケー。で、体を4回叩けばいいのね。1、2、3、4、オッケー。オッケー。どうよ、これで。どうなの、これで。
で、ドクロジュエルはめたけど、これドクロジュエル大丈夫、帰ってくるよね、ちゃんと帰ってくるよね。うん、あーで、なるほど、でここにバレルを投げりゃいいのかな。多分届くんだよね、これ。投げ込むちょっと高いダンスでも乗れるって言ったもんね。乗れねえじゃねえか、おい、これ行くぞ、おい。あー、いけた、ちょっと角度が悪かったみたいで、ね、オッケー、これでどうなるよ。ドクロジュエル吹き飛んだけど、うおー、ドクトル入り口だー。私はドクトルジェルがー、マリオくん、なんで行動してくれるのだ、我が家のカホが。まあいいじゃねえか、ほら帰ってきたし。あら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 、あーよかった、私のドクトルジェル。あー、待ってくれ。さてと、非常に残念だが、私はここで戻ることにする。もうこれ以上みんなを心配させるわけにはいかない、君ならこの気持ち分かってくれるね。ということで、財宝当たるんだよー。あいつ、他人行儀のやつだな。まあ、とりあえずの仲間一応クリスにちょるいなじゃなかった。仲間は、てか仲間コメント結構増えたな。というわけで、じゃあ早速クリスティーヌで変えていきましょうか。クリスティーヌ交代行くぞ。ん？お4月丸、日。彼は危険を顧みず、洞窟へと足を踏み入れた。海賊王の財宝は本当にあるのだろうか？私には待つことしかできないのか？いや、お前、ついてこれる気だ、来れるだろう、海賊の洞窟。うん、やってきたね。じゃあ、セーブ一応しとこっか。まあ、今回ここでセーブして終わるわけではないので、まだまだ行きますよ、ちょっと。今回ちょっと先進んでいきますよ。海賊の洞窟行きましょう。出た、ウォーンしか言わない謎のあれ、声ね。あ、これ戻れる。戻れないかと思ったら戻れる。意外と親切設計ね、ここ。意外と海賊王、意外と親切なのかもしんない。え、ここは、うわ、お前は、なんか赤いけど、なんか違う、今まで戦ってきたやつと若干違うぜ、色が。ちょ、クリスティーヌさん、あの人何なんです、教えてくださいよ。え、こいつはバブルよ、火の玉のおまけね。最 HP は6、攻撃力が4、防御力が0よ。最 HP や攻撃力が違うけど、あとはほとんどエルモスと同じみたい。炎の敵だがうっかり触るとダメージ受けてしまうわ。でも氷は爆発の攻撃には弱いみたい。あと炎の攻撃を受けると火がついてしまうことがあるから、うまくガードってかわしてね。で、俺はまあこれあいつの力持ってて、ジャンプだけで倒せるのではないでしょうか。はい、クソザコ、もうあとは同じ作業なんで、カットよ、カット。オッケー、バブルも討伐完了と。で、これ船の上に乗っても。あ、てよく見たらこっちが社員ある。これ、乗れてる？見えない、見えないな。ここある？オッケー、社員ゲッツ。夏場所に社員あんの。いや、危なかった。一瞬見逃されてよかった。うおー、バブル弾けてさようなら。おー、どういう攻撃仕方？一寸先に水なんだけど。おー、しかも。天下！おー、バレルの爆発いいね。ただ自分でちょっとダメージ食らってそうな、痛しいんだよな。というわけでレベルアップ。どうしようかな。バッチ上げるか、FP 上げるか。いや、FP だな。ちょっと FP 不足がちょっと気になるんだよな。やっぱ足んねえわ、FP。全然足んねえ。OK。まして魔法の方でロックも使うしな。とりあえず、FP 上げます。うわあ、どういう状況？どういう状況？なんか怒ってるわね。いろいろ怒ってんだけど。なに。なんであいつしかも死んでねえんだよ。死ねえよ。マジで攻撃、コインが増えたぞ。はあ、全部コイン飛ぶの中、ちょっと今の何の意味もないまじないだったよ。何今のまじない、何もうギャグかよ。うわ、何これ、こうやって進んでいけってこと。あ、多分そうだわ。この辺でちょっと滞在しつつ、うわ、バレる。いや、明らかにアウトでしょ今の。あ、バレる。いや、明らかにアウトでしょこれ。オッケー、間に合った。いや、絶対あれ進み方合ってんのかな、わからん。まあ、とりあえず、あ、これ下潜れるかな、このペラペラで。まあ、とりあえずわかんないけど先進んでいきましょう。うわお、びっくりした。やめてよ。いや、肩しかも切ら。あ、でも2段、体力2段だね。え、でもちょっと、こいつはスターポイントくれねえんだけど。じゃ、仲間チェンジして、これあれだ。でも多分こいつ自爆特攻してくるから、今のうちちょっと調べとこうぜ、物知りで。はい、チラ。はい、キラ。はい、キラ。キラーよ、キラー大砲から走られる突撃キャラクターね。そうなの、突撃キャラクターなの。攻撃力が、攻撃力が4で、防御力が1。あ、そうなんだ、通りで勝てるわけだ。早くやつがないと体当たりで攻撃してくるわ。うまくアクションコマンドを決めてさっさとやっつけちゃいましょう。はい、でもあなたの申し出のせいで私は死にますよ。危なかったよ。1スターポイント戦う価値なしだな。これ多分ビビアン使えってことかな。ビビアン使えってことかもな。ビビアン使いましょうか。多分影隠れで突き進んでいくってことなんじゃないか。うんうん、オッケー。もう一回発射したい、行こう。OK、発射した。で、こう発射したタイミングで、で、私はちょっと中チェンして、物知りクリスティーヌに変えといて、はい、ジャンピングー。おい、効かないんでしょうけどね。でしょうね、防御力2あるよな、こいつ。ビリビリになった、とりあえずだ。で、とりあえず、物知りクリスティーヌ先生、お願いします。はい、チラ見、はい、チラ見。はい、アクバーレン。キラー大砲よ、キラーを発射する大砲ね。最大ピア5、攻撃力が2、あ、じゃあ防御力が2。直接攻撃はしてこないけど、どんどんキラーを打ち出してくるわ。キラーが気になるかもしれないけど、大砲的には付けた方がいいわよ。
もう一体何ミロキラーが逮捕の中に入ってるのかしら、嫌になっちゃうわ。ほんと嫌になっちゃうよな。というわけで私これガッツ殴りでやるしかないか。多分貫きジャンプが効かねえもんな、多分こいつ。ふにゃふにゃ踏みでもしてみるか。いや、ふにゃふにゃだな。ふにゃふにゃやっとこう。ふにゃふにゃやっといて。はーい。はーい。オッケー、防御下がった。で、これが防御力。うわ、キラー出してきたね。ちょっと上見出してくるな。言うよ、言わないようとしてるやつみんな誰だ。軍団員だな。帰れ。みんな、この囲んでポン使ってみる。スターを動かして敵を何度でも囲め。なるほど。なんかよくわからんが囲めはいいらしいです。なるほど。こんな感じで囲、こんな感じでいいの。丸書いて。オッケー。あ、すげえ、3ダメ ?3 ダメ出てたな、今。あ、強っ。あ、強っ。あ、強っ。なにこれ。はっ。雑魚処理用の最強技か。あ、強え。強え。あ、すごいね、囲んでポン。それ今、まじない発動してほしかったな。さっきのまじない、何の意味もなかったからな。あんな、何の無意味なまじないな。見たことないよ。で、これはまあ、普通にジャンプでこっち。で、これは、吉尾だね。非常食。出番。よいしょー。で、これなんだ、これ上げることできるのか。水門を上げるためのウィンチがあります。ウィンチを動かすにはハンドが必要です。やば、で、でかー。何こいつ。ピンキー足みたいにいいんだけど。何こいつ。ピンキー足、ほんとに。どこへ。可愛らしいな、意外と。なんだこのデブピンキー。ピンキー、お前成長したな、俺が見ない間に。とりあえずピンキー殴って、あ、しかも防御力いっちゃうんだ、この感じで。ビリビリになったら直接攻撃はされない。というわけでこれで、ちょっと待って、あー、ストップウォッチ投げてくれようとしてる兵法がいんな。ありがとう。これ時止めてるね、俺。というわけで物知りしていきましょう。はい、チラ見。はい、チラ見。このピンキー何？ヘビーボムよ。ボム編の仲間なんだけど、それにしても大きいわね。最大 HP は6、攻撃力が2、防御力が1よ。全然攻撃してこないし、火がついてバグすると一人で爆発して、まあ変なやつよ。勝手にいなくなるのはいいけれど、問題は爆発のダメージが私たちにもあること。特に力を貯めた後は攻撃力が8にもなるから、とても危険よ。このようには爆発を攻撃するとすぐ爆発してしまうから、早めに爆発させるというのも手かもね。とにかく逃げるか倒すか決めて戦わなきゃダメよ。なるほど。まあ、残り3でしょ？だったらついジャンプでやっちまうか。おーい、ああ、しまった、2しか食らわねえんだった。で、せっかく関係がまたこのストップウォッチ使ってみよっか。ザ・ワールド。クリスティーヌバージョン。聞かなかったんだけど。そんなことあります？そんなことある？そこまでしといて。ちょっと、それは違うじゃん。それ期待に添えないじゃん。なんだよ、まあ、とりあえず一体始末しよう。で、お前、どれが経験値かよ。4か。あ、防御力上げやがった、あいつ。なら、こっちもふにゃふにゃでお前の防御力下げてやりますよ。グレートですよ、こいつは。はい、はい。しかも下がんねえし、こいつ。強くねえか。やべ。みんな、攻撃がどんどん上がってってる。とりあえずこれミニミニタンパク使ってみるか。攻撃が3下げるんだよね。はい、引っかったタイミングで A。はい、引っかったタイミングで A。はい、引っかったタイミングで A。まあ、効くとは思えないが。はい、ポンポン。オッケーオッケー、攻撃が2下がった、2下がった。こいつやばくないか。ふにゃふにゃ踏みが効かないとなるとやばいぞ。ふにゃふにゃで行くしかねえ。はーい、はーい。いやー、効かない。ふにゃふにゃ効かない。どうすればいいんだ、こいつ。ああ、やばい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 。あれ、どうしよっかな。あ、もう、もうか、飲み込むか。防御力無視だ、多分これ、飲み込みって。はい、いただきます。ゴーシ、あーと1ダメ。あと1ダメなのに、ポン、アスター揃った。ベンゴー。ガツン殴れ、とどめさしかねえ。ゲー、あー、倒した。ガツン殴れ、強え。危なかった。あいつ、とんでもない数多くなったらやばいかも。囲んでポン使うしかねえな。オッケー。いやー、強いね、ヘビーボム。なんか、あれか、防御力無視できるか、チュチュリンナとかがいいのかな。あれ、ビンタできるし、で、爆発させるってのも手とか言ってたけど、絶対ダメだよな。OL もすくんじゃん。あ、みんなセーブブロックここにあるね。じゃあ、今回動画ここで終わりにしようかなと思ったら、なんであんなとこにあれがあるんだ。あれは多分、ノコ太郎か。久しぶりの出番だな、ノコ太郎。で、あの社員ゲットして今回終わるか、わしはパタメットまでいいのか。結構厄介。おぉ。おぉ、なるほど。そうやってゲットするのか。そうやってゲットするためのものだったか。じゃあハンマーで叩いて。オッケー、社員ゲット。よし、じゃあみんな、今回の動画、じゃあここで終わりにしましょうか。じゃあ次回、この海賊洞窟、まだまだ探索していこうかなと思う所存でございます。それじゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回の海賊洞窟でお会いいたしましょう。バイバイ。